さて今日は取り壊される小学校のニュースをお伝えしました。パーク KSB アプリでは、皆さんが卒業した小学校の校舎まだ残っているか聞いてみました、はい、すると当時と変わらず残っていると答えたのは 67% の人で、残っていないと答えたのは 18% となりました。2割近くも残っていないという人がいらっしゃるんですね、はい、私の小学校も建て替わってしまったので残ってないんですよね。ちょっと寂しいなと思ったんですけど、はい、小学校の校舎について思い出などを聞いてみました。校舎は残っているが建て替わっているので思い出がないといったコメントですとか、木造の床が歩くたびにミシミシ音がした、中央廊下で毎日全学年が青汁を飲んでいた、おすごいです ね、うん、桜の木の下で毛虫に刺された、うん、同級生と結婚したので結婚の前撮りを小学校でした。こうやって写真残るのもいいです ね、はい、石炭ストーブの上でパンを温めて食べたなどのエピソードが寄せられました、はいね、なんだかこう見てると童心に返ってしまいますね、うん、そうですね、私もストーブの上でなんかいろんなものを温めて食べた記憶が、はい、ありますけれども。パンとかですか。パンとか何温めたの、なんかはっきり覚えてないですけれどもね、危ないことしてたかもしれないですよね、はい、でもそれも楽しい思い出ですよね、うん、そうですね。松木さんどうですか。私池の藻をお団子にしたりして遊んでました、うん、もうなくなっちゃったんですけどね、寂しいなと思います。それではまた明日。失礼します。